4時です。晩ご飯を作る時間ですね。これキャップ作りました。やっぱ晩ご飯だよ。晩ご飯、あっという間の晩ご飯。レバーだね今日ね。レバー、まずレバーしましょう。それからこれ煮しめしましょう。それからこれサーモン切らなきゃいけない。ロースがハタハタやっつけないとダメだね。なんか今日忙しいね。ハタハタやんなきゃダメだろうな。ハタハタ唐揚げだろう。これ煮しめだろう。刺身だろう。レバーやめとこう。レバーやめてイワシ焼こう。イワシはこれね、やっつけたやつね。これをね焼きましょう。そうするとこれさっぱりしてるからちょっといいでしょうね。あとは汁を作ればいいわけでしょ。汁はねこれ使いますから OK ですね。あー鶏手羽があるよ。鶏手羽二度揚げしてピリ辛するか。悩むね。まあいいや、まずは汁作ろう。汁、汁はどうやって、あ、これも使わなきゃな。これなんか山菜なんですよ。いただいたの。これね、いただいたの。なんかきんぴらにするみたいね。湯がいた後でざっと炒めるそうなんですけどね。美味しそうだからやってみようか。これね、早い方がいいよな。早い方がいいだろう。早い方がいいじゃろう。これはあれですね、白菜にこれ入れてみようか。湯がいてね。あ、でもこっちこれ食べたらね、いろいろと探していきましょうよ。これ半端野菜だね。半端野菜まず使っちゃおうか。半端野菜の方からいきましょう。これはまだいいことにしましょう。ニラをね、レバニラ炒めにしたいんだよね。難しいところだね。汁はこれで作るわけでしょ。この野菜なんかもしかしたら、これいいかも。これまず、これはまずきんぴらだね。きんぴらまずしちゃおう。それから汁を作って、その間にイワシを焼こう。パラパー。ハタハタがね、来たのがちょっと意表を突かれましたね。嬉しそうにね、ハタハタ、ほら、100円とか言ってた。俺は100円はいいけどさ、作るの大変だよね、ハタハタね。高温で、素揚げでカリッと揚げると、素揚げじゃないな、あれは。ハタハタはまずは、あれやな、ね、やっつけなきゃだめだね。湯がくときはだいたいこれ使います。あんまり深くはないけどね、これ十分ですね。みんな湯通ししちゃおうか。これなんかほら藁で結んであるところがいいよね。いかにも なんか農村部で古くから伝わるあれこそが草です。ただの雑草です。おい、こんなもんどうすんだよ。でもこれほっとくとどんどん劣化するから、先に湯がいちゃおう。両方湯がいちゃおうかね。おい、やっぱあの幻のね、ほら藁だよ、藁。こうね、なんかちょっといいよね、こう藁使ってやったり。いかにも農作業の合間に去年の藁が使われております、うん、これが幻の藁だった。あのなんかちょっとね、偉そうなあのナレーション面白いよね。そうだった。
ああ、もうやめてくれ。エラーが止まなかった。おい。今ちょっとエラーが止まなかったんだよ。俺のプログラム。バグがあったとか。なんで日本昔から始めるんだよ。まあいいっす。やっぱやっぱ。茎の方からこうやるやつね。きんぴらしないだろ。これ天ぷらになったらどうだろうね。あ、そっか。天ぷらあれもしようか。あれあるからな。早めに溶かせないと悪くなるな、あれな。三宅にしな、明日の午前中にしよう。あ、もういいや。めんどくさい、魚あるし。そうじゃん。魚3匹でいいね、たぶんね。じいちゃんの魚は3匹に4匹。やっぱ4匹だな、1人1匹だよな。またまた入るからな。俺とじいちゃんで1匹でいいな。そうじゃん。はたはたあるんじゃん。はい、じゃあこれ焼き出します。焼き出すと豆腐があるんだよね。麻婆豆腐があるね。麻婆豆腐があったのじゃ。これはしまうのじゃ。ああ嫌になっちゃった。ああ驚いた。なんか牧伸一先生ですね。はい、タケノコですね。タケノコが入っちゃった。こうありますけどね。タケノコ。タケノコは水を使って、新しい水に変えないといけないのね、定期的にね。もう少しまとまらないからね。ねえ、こんなに取れたんだけど。そうちゃう。あー、冷て。冷たかった。これでいいですね。はい。じゃあ汁で使うのはタケノコな。天ぷらもしてよな。どうしたらな。だんだんもう何でもいいような気持ちになってきましたよね。やめっか今日ご飯食うの。太ったし。まあいいやね。はい、でこれをねちょっと湯がいてみましょう。湯がいて炒めて食うっていう感じですね。なんかそういう感じしますね、確かにね。はい、湯に通しましょう。アクが抜ければいいんでしょうからね。ガラガラっといけば。白に入れたらどうなんだろうね。なんて山菜だろう。まあほんと山菜ってのは山に生えてる草だからね、そのものだからね。こんなにいいんだろうか。みんなも死ぬ子いいかな。みんなした方がいいよね。私に聞かないでください、そんなこと。なんで Google お前何でも知ってんだろう。アレクサに聞いてください、山菜のことは。そんなお前たちそんな
セマブヤッタン。うん、山菜はアレクサです。シリはシリはケツです。どうしてね、そんな名前つけたんだかさ。俺だったら反対したよ。やめましょう、それ。でも、もしかしたら Google の陰謀だったかもね。シリって他の言葉でなんか悪い意味ないとか言ってさ、聞いたらさ、何もありませんよ。大丈夫です。世界で何もいい意味しかないですって。答えたからね、Google ね。で、シリって名前したらさ、プープープーくんとかなって。アップル本気にしたぜ、あれ。それね、面白すぎるよ。はい、なんか鉄の赤鍋で栽培があったかね。山菜茹でるのはみんな赤鍋っておばちゃん決めてたけどね。まあいいよね。これは黒鍋です。違う、これ昔、あの、チタンじゃなくて、あれだったよ。ちょっと水少ないですね。これダメですよ、マサヤさん。はい、すいません。いいねっか、もう、終わったことを。いちいちいちうるさいね。だから AI 嫌いだってんだよ。忘れなさい。忘れなさい。思い出さない方がいいよ。あれ、どの段だって忘れちゃったよ、これ。嫌なことは、嫌なことは、二度と思い出さない方がいいよ。これなんでも知らない。はい、じゃあちょっとこの間に別のことしてみましょう。これがね、できてきましたね。ごま油でなんか炒めると美味しそうだね。天ぷらにしてもうまいかもね。一回湯がいたやつの天ぷらってのは何かな。金庫ってあんま天ぷらじゃねえな。かき揚げになっちゃうよね、これだとね。なんていう山菜だか。まあ山菜の季節もだんだん終わるよね。うん、おいしい。うん、やっぱちょっとあれだね、うん、バリバリと炒めた感じがね。はい、じゃあそのままいろんな汁を作り出しましょうかね。汁、まあ今日の汁はなめこじゃなくて白菜とネギだね。白菜とネギでいくか。汁はキノコがねえけど、タケノコ入ればいいやね。先頭の方入れちゃいましょうかね、今日の汁はね。お尻の方、この辺はね、もう食えないから、こっち側はこうやって。天ぷらにしようか。前にしたよね、覚えてる。ずっと覚えてますよ、マセさん。はい、よいしょ。じゃあ残りを順かな。うん、順調。はい、
それはごま油でペリペリって炒めて食うと美味しいな、多分な。肉とかいらないね、ただもうごま油で照り入れてやったらきっと美味しくなると思う、これ。そういう感じがするね。はい、OK です。じゃあこっち行きましょう。あいつらが手間取ってる間に俺たちは先に進もうぜ。なんだかね、素材からね、来た水を大事にするってのはね、本当に僕はいいことだと思うね。はい、これで1個で、あの白菜が終わっちゃいましたね。おにしめはっといけばいいね。全然なくならないのだね、この草はね。この草の名はローズネーム、ザネームオブザローズだ、ローズバットね。え、小さい頃のあの母と別れる時に使ったらね、ソリに書いてあったメーカー名なんでね、ローズバッド。え、あれハワードヒューズのことなんだよね。ペゾスはなんて言うのね、死ぬ前にね、ペゾスとか死ぬまあまあ世の中ね、いろんなことあるでしょうね。あんまり楽しくないこともあったでしょうよ。でもあれだな、ペゾスと離婚した女いいよな。なんでそんな金もないよ、お前。そんなこと言ってたらどうしようもないよ、ね、そんなこと羨ましがるんじゃないよ、人様のこと。いや、羨ましいよな。俺も結婚していいよ、ペゾスとか。ペゾスと結婚してもいいよ、俺、別に。アレクサなんか、中を取り持ってくんない？いや、あんたダメでしょ。男ですから。え、男同士もいいってもんよ。男同士じゃないか。で？差しつ刺されつ。だからレーティングが上がるぜ。マイクロバイオームが操ってんだから、そういうのは何も異常でも何でもないんでね。僕はいつも言ってますけどね。マイクロバイオームが別な宿主の中で生きたいっていうふうに考えて外に出ていくということですからね。それがセックスなんですからね。哺乳類っていうのは乾燥状態の中で生きるから、マイクロバイオームのやり取りが非常に困難になってしまったんだよね。鳥類なんかも そうだけどさ、鳥類もそうだね。鳥類ってどうしてんだろう、マイクロバイオームのやり取りって。卵性は別？そんなことないね。生きている間はずっとなんか操られてるもんね。鳥は水べりにいるよな。そこか。どこだ。これみんなに入れましょうね。美味しそうじゃろ？はい、これじゃあ汁汁を作り始めましょうか。ああ、やっとここまで行ったぞ。すげえ大変だ、今日は。終わんねんじゃねえの？40分ぐらいで終わらせるっていうのが僕のポリシーなんですけどね。
40分で終わらないときは、収穫で減らします。きったねーやっぱねえ、そういうもんだよね、人生はね。もうタケノコあるだけでもうこうなるからね。この季節最高だよね。もう面倒だから全部一緒に入れよう。はい、オッケー。はい、じゃあそしたらもうハタハタいきます。ハトハト、頭と内臓取らなきゃいけないんだよ、ハタハタ。それがね、ちょっとややこしい、めんどくさい。ややこしいったらめんどくさい。ちょっと下に水がこぼれましたね。ややこしいったらめんどくさい、ややこしいったらめんどくさい。はい、コンテストしてみます。ハサハサしてみます。はい、ハサ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 とかけて、ハサハサかけて、なんととか、あ、こっちでいいんです、ここで。何匹いる今日は。たくさんいます。何匹いるね、グーグル数えてみるよ、お前。こういうの一目見ただけでわかんだろうね。はい、何匹です。いいな、俺も AI に生まれたかったなんでだって、ね、ご飯食べなくていいろ、あれ。そういうもんじゃねえよな、やっぱご飯食うろ、AI でも。刺身さばいたりできねえろ、AI はな。その点俺なんかさばけんだよ、刺身。いいよ、な。ハタハタもさばけしさ。内臓取るだけでもいいんだけどね。頭目で取らないと怒られちゃうんで。前は内臓取って頭くっつけたまま終わってたんだよね。やってみようか。ここをこう切ればいいってことだよな。前ハタハタ印したら怒られちゃってさ、なんか気持ち悪いからダメとか言って。こうだね、うん。ここはこう割れてないとさ、いかんぜや。よし、じゃあこれでいこうね。ちょっとこっちからじゃないですか。これでいきましょう。このまま頭割っちゃいましょう。内臓はここで剥がしちゃいましょう。パヤッパー。内側でこう切れば入れて、頭縦割りして、いてよ。玉を持ってるハタハタなんかだとね、みんな食べたいけどね。もう向こうに取ってきてる。ハタハタ汁はダメなんだよね。腰痛。まあ、ハタハタは買ってきた翌日には食べないとダメだね。そ
これは問題が大きいよね。あ、大変だ。アマゾンの人来るのか。はい、こっちね、今ちょっとお客さん来ちゃったから中断しちゃいましたね。まあこれ肉を全部入れるか、ちょっと多いな、このぐらいね。これ余ったらまた食えるからね。ちょっと肉多いな。この肉一緒に山菜で炒めてみようかね。どうせ余っちゃったのやつだからね、テリテリってしながら。で、醤油だね。お、お玉、お玉。あったあった。お玉、お玉。うん、美味しそうだ。タケノコがね、入るともう万能選手だよね、タケノコってね。ちょっと腫瘍が味を吸うから気をつけないとね。あ、三角揚げまだあるんだったな。どうしてくれようかね。え？この肉悪くない？悪くないね。大丈夫でした。たまに肉悪くなってたりするとさ、大変だよね。もうちょいしょっぱくてもいいみたい。やっぱ。あれ、肉のどっか悪くなってたかな。なんかちょっと寝臭い匂いがする。参ったな、これ奥さん怒られちゃうよ。勘弁。なんか匂い消す方法あるかな。消化か。まあいいや、やめた。もうこれでいい。今日疲れてるし。今お客さん急に来ちゃってたんですよ。しょうがないね。お客さんのせいにしちゃダメでしょ。あ、頭2つだけなんだわ。今こうやってるからね。で、頭を割って内臓のところ。あ、のどじんねえよ。生姜でもちょっと吸って入れてやろうかな。うん、で油の温度を上げてる間に刺身切ってじいちゃんのやつ始めればちょうど40分ぐらいだったのね。まだこのハタハタでっかいからね。この半分ぐらいのハタハタもたまに来るんだよね、我が家に。
すると大騒ぎ。大騒ぎって俺が苦労するだけだよ。苦労ってことはないよ。楽しいよ。だんだん自分ができるようになっていくのが分かるから。料理ってそういうとこがあるよね。失敗したっていいんだよ。やがて血の輪に汗となっていくんだからさ、それを忘れちゃいけないよね。これはもう全部分かる。使ったボールはせっかくだから使っちゃう。水でね、洗ってやって、パヤパヤチクチクするからね。ケータの服みたいにチクチクするの、チクチクして嫌っていう感じあったね。まあ、カーボンネットはしょうがないよね。頭も一緒に食えるから、まあ、いいってやつだな。最高だよね。水をね、取っ切ってやって、ここに塩を振ってしまっといてみましょう。レバーも一緒にしようか。高温で唐揚げだったら一緒だもんな。 OK。 それで次はボウルに、これだね。これもね、美味しいから食べちゃう。これとこれでいいか。レバーは明日にしよう。やっぱりもう食ったくなった。水でね、ちょっとこう叩いてやって、水で叩いてやって塩振って、これはどこでも一緒だね。何でも一緒だね。塩振ってやって、でこれ何本かずつね、こう一緒に割ってあげちゃいますからね。食べた方がいいでしょ。刺身切るわけだね。よし、じゃあ始めましょう。ごくしょうね、これじゃあ190度に上げます。でその間にハタハタと、ハタハタ様、ハタハタは唐揚げ粉だけど、こっちは天ぷら粉ですね。2つを進めて、行く間にこっちだね。もう使わないと思うんだけどね、まだ分かんないからちょっと出してみましょう。よし、刺身切って、じいちゃんの刺身。海で捕まってようここまで来たの、お主。今日足りるかな、食べるもん。足りるの。これは冷蔵庫ね。これじいちゃんよ。よ
じいちゃん用はもうこうやって切ってまた細かくしてあげるしそうしないと取りづらいからね。はい、もうスタートね。スタート、ゴーゴー。で、刺身終わったから。梅かもね。天ぷらしてみようか。ちょっとどうなるかわかんないけど、かき揚げくんにしようか。こうやって揃えてあげないとさ、端っこ切れないからね。まず炒めようか。せっかく今日天ぷらだもんな。これでかき揚げにした方がいいかもね。もうちょっとしようか。端っこ切れない。じゃあ今日これかき揚げ。あ、でもちょっとな、肉も使っちゃいたいからな。じゃあかき揚げと炒め、もうちょっと使うのかな。この優柔不断。まあいや、かき揚げでしょ。まずは肉は後で、なんか使えるわ。かき揚げ、あれねえな、ボール。はい、山菜の天ぷら尽くしだね、今日はね。これでしまいしましょう。天ぷら御膳だね。他に何もねえんだよな。煮しめとか何もねえんだよ。腐ってるような匂いするから。どうしよう、これでお腹痛くなったら。入りました。しちゃいましょう、これで。はい、ちょっと鼻鳴るの。おい、なんか腐ったもん吸い腐して食わせてて、何も悪くないんだからね。なんでだろう、これ。ちょっと焼き出しましょう。190度ね。油の量足りないじゃん。
けちゃいましょうか。あ、こっちも塩フライ。じゃあちょっと揚げ出しますか。まずこの人たちからいくか。やっぱ水が出ますよね、塩になると。ちょっと締まりますから。そしたらこれ捨てて、はい、じゃあ片栗粉いきましょう。片栗粉少相当量だよね。カリッと片栗粉、ちょっと拭けばよかったね。こうやった時に外側が乾いてないとダメだよね。内臓が出てるから、これだ。こうしても入れよう。ちょっと失敗、受けたら入れようかったかな。小麦粉も入れるぞ。やっぱ小麦粉がね、出てきました。小麦粉足りないから小麦粉入れるだけだからね。こんな感じで全然大丈夫。内臓開いてるところにもね、よくついてないとダメだよね。貴様たちはみんなこうやって上がっていくのじゃ。やっぱもういいや。はい、じゃあ行きましょうか。だいたいついたらこれで。はい、じゃあ行きますよ。最初に100mm でガラガラといくか。4つだな。はい、じゃあ参りましょう。あ、しんどい。ほぼ先が見えないね。次はこっちになるからね。はい、これは粉つけたら3つぐらいのね、後ろに上げていきましょう。
この集めたやつをわっと一緒にねやっつけてきますからね。この小麦粉はそのままね、こっちはかき揚げになるからこうだね。はい、たけのこが入ってもいいよ。たけのこの天ぷら、これ一番昔に食べたたけのこの天ぷらしたよね。美味しかったよね。もうアタアタの音がいい音になってきましたね。もっと硬くなるまで。そこそこ時間かかりますよね、硬さはね。汁はもうこれ、汁どんなになったろう。ちょっと煮すぎたね。5分ね、最初の5分。次の5分これね。あ、音が消えてきましたね。音が消えてきたんで、随分もう水がなくなってますね。もうちょいですね。もうちょい。もうちょい。もうちょい。最初ここに上げてあげますからね。で、油をつけたら、こっち側にある、乗せるやつから、ここに、あ、音が消えてきましたね。あとはね、カラカラに上がってた方が美味しいんだね。なあ。素材の水を大事にするのにやっぱりしょうがないよね。はい、無理ですかね。はい、あげましょう。うまそうじゃん。はい、じゃあそしたらパウダー大虐殺の続きです。虐殺なんて言っちゃダメだよね。こうやって僕らの体の中に入ってきてくれるんだからさ、それで生命として受け継がれるんだから、こんな立派なことない。粉がね、旨味として吸ってくれる。これ一番大事。もう一個ぐらいでいこうか。はい、OK。よいしょ。さてさて、こっち側どうするかな。これだけだとな。もうちょい粉入ってもいいかな。もうちょい粉入れようか。ちょっとだけ水を入れてやってね。それでこれをあの例のかき揚げ器に入れちゃいます。ほんと少しでいいです。あんまり入れてもダメ。また粉入れるのか。うん、こんなでいいね。よし。じゃあ今日はなんかこれ面白そうなんだけどね。粉はもう OK ですので、しまっちゃいましょう。それで
順番に片付けていかないとね、話が いや終わってになっちゃいますから、これ OK でしょ、でこれはこう、そっちそっち、写真防止はさっき洗ったよね、よし、レバーもオニオン、レバーもさっき洗ったから、もう撤収の準備だね、はい、そしたらここのハタハタがね、もう油が取れた、すごいね、美味しそうじゃの、パスタ揚げてまた入れてやると、あのばらけて返されますからね、この音が消えるまでです。そしたらその間にじいちゃんのご飯の用意、刺身取ったでしょ、これなんだよね、今日のキムチ、トマトもあるでしょ、キャベツあるからお汁だわ、昔の汁だわ、これちなみに隠し玉、これやっぱはい、じゃあ隠し玉も出しておきますか隠し玉だってさ、これね、ロール白菜ですね、ロール白菜、でイワシがあるからもう十分だね、いつもこう、なんていうの、ちゃんと今日元気に生きて、明日も元気に生きれる、ああもうよし十分だね、3分弱火、外をカラッとさせましょう、そういうものが果たして今あるかなっていつも考えるよね、家族に料理を作るってのはそういうことだよね、おじいちゃんこれで元気に明日も体の細胞を作り直していくかなって、そんな生物学的なことを考えないけどね、くっついちゃってるよ、これかわいいじゃない、ほらくっついちゃってるよベビー、はいもう水出なくなりましたから、はい OK ですね、はい、パヤパー、そしたらじゃあ次はこれね、残りの方々を生かしてあげましょう、ね、はい、朝の唐揚げってたまにスーパーで売ってたりもするような気もするけど、こうやって作った方がうまいよね、はい、あやっぱ、この流しっていうのはものすごい大変、そこそこ大変、はい OK、 そしたらこっちのもういいね、これ温まったね、これ悪くねえのか、出る前のあれロールマッサージなんだけど、うん、美味しい、冷蔵庫入れとけば持つからね、こういう時のために、串山です、串山ちゃん、これこう切ってただ乗せるだけでね、少し伸びますからね、はい、じゃあ行きますか、
なんか美味しそうでしょ、これね。どう考えても。はい、これを一つですね。こっちにね、置いていきましょう。イワシが焼けましたから。お、うまそうじゃない。3匹ね、3匹の侍。イワシはおじいちゃん半身ですから、で焼いたイワシをこうやって素直にかけてくれるから OK ですね。はいはい、ほいほい、ほいほい。マイちゃん何喜んでんの？楽しそうだね。よしよ、こうね。見せますか。ハタハタがもういいね、音がね。そしたらこっちの油切れたやつを落ちて。一回返してやりますね。ちょっと上に上がってる水をね、そのまんま入っちゃいます。はい、OK。 そしたらこいつらがいきますね。腰油から、で腰油はここでちょっとだけ水を入れておいてあげて。あ、まいちゃん危ないよ。この人たちはね、ちょっとここでくっつけたのでそのまんまいきます。なんか天ぷら屋さん見てたの。パヤパパリパリまでね、揚げないとダメですよ。こんなでいいじゃん。ふぅ、大騒ぎじゃねえ。なんか電話来た。で、また、いらん電話だね。はい、斉藤です。来たらすぐ来てるって、何あれ。いや、別にいいけどさ。はい、じゃあそしたらこれがね、うまそうだろ。一つでいいかな。うん、一つでいいね。はい、で、ここのところにパタンタンピピ乗せましょう。はい、パーで、キムチかなんかなんですよね。キムチかなんかつか、キムチだよ。これ結構うまいキムチなんですよ、ここのメーカーのキムチね。で、ここにあと天ぷらが乗ります。うまそうじゃろ。で、ミニトマトかなんかがね乗ると、レストランぽいぽい。はい、45万6000円。そんなしねえよ。なんだよそれ。はい、こんな感じでね。あ、もうバッテリーなくなっちゃう。それはね、これね、見てると分かりますけれども、音がなくなるともうですけどね。ほら、カラカラになってるでしょ。ここがいいんですよね。あー、やっぱビール飲みって。ね、これをこうやって。これで固まるのかな。
水分を上げてるような感じするよね。はい、はい、みんな減りました。はい、ラスト。このまま入れればいいような気するね。そうしようか、そうしよう。このまま入れよう。あれ使わなくてもいいや。ちょうどいい粘着度なんで。はい、こっち側に。